まとでーす。すんごい大きくなりました。この1週間ぐらいで多分20センチくらい伸びたんじゃないですかね。みんな大きくなって、そしてブロッコリーになってきました。あなかの方に嬉しいです。こんなに大きくなって、もともとはだって3センチくらいだったんです。ブロッコリーが続いて、白ナスもだいぶ大きくなってきました。よかよか、しっかり根付いてよかったです。枝豆もうつまみに、楽しみです、楽しみです。でこちらがインゲンですね。このインゲンのつるを張るためのやつを立てるのが大変でした。早く大きくなってほしいです。インゲンは5万円にしようと思っています。花が咲いてる。まさかの苗を植えた後の大寒波で、一時期はもうダメかと思いましたが、みんな大きくなってきて嬉しい。ピーマンくん頑張ってほしいです。そしてこちらもナス、ナスもだいぶ大きくなってきましたよ。嬉しい。いや、ナスも一時期はもうダメかと思うぐらいみんなピョロピョロで、寒波が続いて、もう大丈夫そうですね。頑張れ頑張れ。この子なんてもうすごい大きい。でこれが枝豆と、あそこにネギですね。この間土を寄せたんですけど、なってきました。はい、だいぶ大きくなってきました。レタスさんです。今ね、ちょっとおばあちゃんがそこで世間話をしてるので、小さめ実況ですが、私の声は。ブロッコリーです。だいぶ大きくなってきましたね。で、これがスイカ。楽しみ。ナスさん、ね、大きいですね、ナスさん。で、あれがレタス。いや、レタスめっちゃ大きくなってきました。もう普通にレタスとして食べれそう。で、これトマトですね。この間ポット植え替えたやつです。苗ポットに。レタスの成長にばらつきがあるのは。そしてこれはキュウリです。